多分他の大学より全然すごいサポートしてくれるんで、どこかなんて言うんですか、翔徳の就職活動足りてないとかありますかって言われても、合宿までやって足りてないことなんかないでしょって思いますね。かなりフレンドリーで、よくロッカーとかですれ違った時とかでも話しかけてもらったり気にかけてもらったりしてて優しいです。僕就職課の松原さんと会えたことは、僕本当に入ってよかったなと思いますよ。大学の就職ってパーセンテージを結構追いかけるっていう大学も多いと思うんですけど、本来大事なのはその就職する学生が何年か後に幸せなのか、例えば10年経って結婚して会社がなくなっちゃってそれでいいのかとか、必ずしも大きい会社がいいわけでもなく、じゃあ小さい会社でいいのか、そういうわけでもなく、その子に合ったビジョンっていうものをやっぱり見つけてあげて、その中でやっぱり企業を探していくっていうことがすごく重要だと私は思ってます。学生にその点ではなくて線でこう学んでほしいんですよね。それが面にもなっていくので、あの理由がやっぱりあって、この時期にこれをやってこの時期にこれをやってっていうものっていうのが一つありまして、例えば今年で言えばその授業の科目の中にこうやりながら途中で内定者の懇談会だとかって入れる、これは内定者の懇談会をやることによってその授業の重みっていうのを内定者から語ってもらうことによってやっぱ参加率を上げるっていうことにはなります。とりあえず面接で1個だけでいいです、1個だけ目標決めてください。僕は面接官を笑かすことっていう目標もしてますけど、まあ、自分の目標、例えば握手するのもいいんですよ。最後に人事の人と握手するっていうのを目標にしたら、それを筋書き通りにやっていけば教授人事さんと握手できたら、あ、いけたなって。で最終的に OBOG 報告会まで持っていくわけなんですけど、あのそういう流れっていうので途中で企業の分析の講座なんかですね、で企業の分析の講座をやって最後 OB に話を聞いたら、ここがこう 結んだらできるよねって、ただこれをやるんじゃなくて、なんでやるのか、どういう到達点でやってほしいのかっていう、本当に困っているときは就職課の方がサポートしてくださいますし、例えば自分の行きたい業界や業種が決まってなくても、それを親身になって一緒に探してくださる大学だと思いますし、就職課に行けば必ず助けてくださるので、困った時は就職課に足を運んで簡単なことでも質問することが内定の道のりだと思います。あ、変わりました。見た目とやっぱその心構えというのか、まあ、髪の毛も切ったので、まあ、さあ就職活動やるぞじゃないですけど、でその前段階っていうことで就職合宿があったので、もうそこでの気持ちの切り替えはあったと思います。まあ、一番印象に残っているのは就職合宿の、面接官役やられた佐藤さんが一番印象ですかね。実際の面接は佐藤さんが質問してくるような質問当然ないですし、佐藤さんの面接をやったから普通の面接がちょっと拍子抜けというか、え、こんなんでおしまいなんですかっていうような感じで面接は感じましたね。やっぱり面接っていうのはできるかなって思ってても、やっぱりああいう空気、独特の空気になって、先生とかのその鋭い質問とかがないとやっぱり自分では研究できないところがあるので、とてもいい機会だなと思うし、結構自分では声を張って喋ったつもりで表情も結構明るくしたつもりだったんですけど、フィードバックでさっきビデオを見たら声も全然聞こえてなくて、顔もすごい死んでたので、何回も面接を繰り返して本番までに自分のベストな状態にできるように頑張りたいなと思いました。一日一日がものすごく大事なんですよ。だって将来をこの1年に凝縮して決めるんですよ。だって日本の社会って新卒が絶対優遇される社会じゃないですか。ってなると、この1年に人生の全てをかけなきゃいけないんですよ。
ってなったら、この1年間がどれだけ重要なのか、それを学生にどこまで理解をさせるか、これが本当の就職家がやって続けていかなきゃいけないことなんですよ。